たよ。ほら、あそこの白い建物。バイバイ。バイ。それで、大江戸温泉お泊まりで、はい、はい、あのお客様玄関の方に行かれてないと思いますけれども、はい、大きいお荷物とかなかったですか？あ、もうリュックしかないんで大丈夫です。大丈夫です。着いた。今日のホテル、このでかいのです。この大きいのです。こっち側もそうです。見て、お湯がボコボコ入ってるよ。ほら、ボコボコいってる。触ってみる。あったかい。あったかい。ほんと、こんにちは。お疲れ様でございました。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。はい、すみません。手首で体温を測ります。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、チェックインの場合、こちらで健康チェックシートを置きます。はい。はい、ありがとうございます。夕食の入店時間を前半と後半で分けます。はい。あれ、これいいね、これね。こちらでよろしいですか？はい。お客様の部屋が10階の10115室になります。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。じゃあ、よろしくお願いします。さてさて、ミレアミニティをまず取ろう。歯ブラシ、歯ブラシある。ミレ、スリッパ何にする？こっち22って茶色にする。よかった、どれする？ここの 1,2,3,4,5,6 個の中からだよ。お、それする？オッケー。大きい人って2種類しかないんだよね。こっちにしようかな。ちょ、平行か。じゃあ10をして10。よし、こう1011 1011。こんにちは、お邪魔します。ほら、広いんじゃないこの部屋、もしかして。わあ、海きれい。あれ、ベッドがないよ。見る、この部屋でもドアがある。そっちは、あ、寝室。あ、ベッドが別なんだ。すげえ、この部屋広いじゃん。で、お外は海が見えます。あ、見て、ミレンチのこれすげえ。これミレンチの。じゃあ部屋紹介しようか。ランクアップ和洋室っていうので撮ったと思うんですけど、結構お部屋広くてびっくりでございます。お部屋の紹介をします。はい、今日は10階の1011という一番広い部屋なんだね。ドア入ってきたらこんな感じです。冷蔵庫。お、いきなり冷蔵庫があります。開けてみましょうか。あ、上下がある。すごいね。上、お、反対が開けました。はい、冷凍庫があります。熱っ。いや、寒っ。寒でしょ。はい、カラポレス、引き出しがちゃんとある。これね、この大きい冷蔵庫って結構長期滞在とかするのにいいですよね。この上にはコップ、コップが4つ入ってます。ハンガーが、お、ここにもハンガーがあるんだ。コートとかする。あ、そうか、ジャンパーとかコートとかここにかけれるんだ。下にスリッパが、下にはスリッパが置いてます。ちゃんと大江戸温泉セーフと書いてます。子供のスリッパは下から取ってきました。大きなクローゼットがあります。開けてみましょうか。え、あっちのクローゼット開けてみると、ここは布団入れでした。開かないですね。取っ手がついてないですよ。これは開けちゃいけないドアじゃないですか。お、ソファセットがあります。ほら、こう塔でできた素敵な2人掛けのソファーと1人掛けのソファーが2つ並んでます。ポットとさ、ソファーの後ろにはお電話、フットポットと内線の電話があります。あります。こんな感じです。ビビってます、これで。なんでビビるの？パパぶつかる。まだギリギリ当たらないんじゃない？ほら、今日はパパの勝ち。でも当たらないようにこうしてるでしょ。今日は当たらない。ソファセットの横には和室があります。ヘリがちゃんと大江戸温泉してるのが超面白い。ここにも4つ座卓がありまして、おー、クラシックな感じのものが入ってますね。玄米茶とほうじ茶、煎茶、おー、3種類入ってます。こちらはお盆になってんだよ。え、すごくね、これ。お茶ね。はい、そんな感じです。じゃじゃ、いや、そこに入れないでください。この
細工の細かいこと、これめちゃめちゃいいもんじゃないですか。だってお茶器だけでもいいもん、普通のホテルと輝き方が違うもん。はい、この部屋はいいお部屋ですよ。はい、見てください。そんなことしないでください。リモコンがありまして、お部屋の案内が近くやかもあります。その向こうにはテレビがあります。40インチぐらいかな、ちょっと大きめのテレビ置いてあります。チンコがございます。このタイプだ。はい、ノーマットが置いてある。さあ、じゃあ外見てみようか。でっかい窓がデンとこんな感じであります。で、ここ前散歩した。うん、散歩したことあるね、そこの通りね。うわ、今日は波穏やかで綺麗だな。あっちに高崎山が見えて、その隣の海別府も見えますね。こんな感じの海の景色は綺麗だね。海は広いな、大きいな。なんかこの海見てるだけでさ、時間忘れそう。なんかいいね。下は今こうやって公園になってます。ヨットハーバーがあって公園が広がっています。そうです。またお散歩行こうかね。うん、さあ、あっちのドアは何かというと、どこにもドア。どこに行くんですか。じゃじゃん。こっち側は寝室がありまして、ベッドが2つあるお部屋になってます。はい、早速飛びたいんですね。はい、という感じでベッドが2つあります。ベッドサイドは電気が1つ置いてあります。どうやってする。そうそう、そんな感じ。こっちを開けると、お、隣の階が丸見えでございます。お互いの部屋が見えるというお見合い仕様になっています。でもみんな閉めてるね。で、こっち側は国道15線と北浜公園が見えます。あー、北浜公園。そして空気清浄機がシャープのものがあります。窓側にはテーブルと椅子が置いてありまして、レストラン。これエアコンも、この部屋にもエアコンがついてます。これはなんだ。これドイツのシェラフェア社のマットレス、ゲルテックスを使用してます。すごいな、これいつから置いてんだろう。ここにもクローゼットがありますよ。じゃーん、ここがメインのクローゼットだね。ハンガーと消臭スプレーと、ここに単線とタオル、バスタオル、帯があります。それ帯。帯って何。浴衣のさ、紐。お風呂バッグが4つ置いてます。かわいい。これ、いろんな色があるね。これが一番好き。ミレイ、紫が好き。うん、じゃあ後で紫使う。うん、ここにドアがありますね。ねバストイレって書いてある。ほんと、バストイレって書いてある。じゃあどうなってるの。お、ここにバスとトイレが、こんな感じでありま す。わ、クラシックだけどいいな。クラシックすぎてかっこいいという。すごいよこのデザイン、懐かしい。排水の足から伸びてくるこの洗面台で、このクラシックな蛇口でもハンドソープはついてます。すごいぞこれ。うん、コンセントだ。うわ、すごい懐かしい。もう帰らない。開いた。鏡があって、で、おお、すごい。シャワーユニットがすごいぞ。もうレトロすぎて楽しすぎって感じ。うわー、凝ってるなー。バスタブもすごいちっちゃめのものがあります。入ってみたい。いいよ。高い。深い。深いね。じゃあ泳ぐ。泳いでますか。溺れるなよー。はい、シャンプー類はここにちゃんと置いてくださってますね。資生堂かな。タオル掛けもちゃんとドアについてます。じゃあ、あと残りはどこかな。こっち入ったところの、ここ。あれ、ここは、ここはなんだ。開けてみましょう。あれあれ、これはこれ、お風呂がもう一個あります。すごいね、これ2バスルームなんだ。すごい、ちょっと高いですけど。今回は体洗うバージョン。こっち側は少しさっきよりも時代が新しいシャワーがついています。こっちには
洗面台があって、ここもクラシックな感じの洗面台。でもさ、こういったホテルってマンションみたいな。そうだね、マンションみたいだね。コップは紙コップなんだね。で、ここにドライヤーと石鹸があります。で、こっち側はティッシュと、これはモイスチャーミルク、エアイセンス、ピキッドレンジング、モイスチャーション。で、その向こうはスタイリングローション、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 スタイリングローション。すごいね、化粧品類がやたらと多いぞ。引き出しは空っぽかな。空っぽですね。全部空っぽだからね、もう。はい、全部空っぽでしょ。です、はい、そうですね、空っぽですね。はい、で、ここにタオル干してがあって、こっちのドアはなんだ。じゃーん、トイレ。こっちにもトイレがありました。こっちのトイレはちゃんと新しい TOTO のウォシュレット。オープン。はい、こんな感じの。あ、ここはちゃんとしたトイレだ。向こうのがクラシックすぎたんだね。うん、はい、鏡もでっかいです。ということで、今日は結構広いお部屋です。ゆっくりしたいと思います。はい、さあ、外を見ながらゆっくりするか。はい。いや、いいね。いや、いいね。じゃあ下をしてください。お、ここに自販機もある。ね、これさ、地図になってるよ。え、地図に。ほんとね、ちゃんと地図みたいな案内がある。あ、いいね、これね、わかりやすいね。よし、こよし、行ってみよう。とりあえずコーナー行ってみよう。温泉、温泉で待っとくところがちゃんとあって、いっぱい自販機が並んでます。あ、これ赤城できるとこある。勝ちたい。ちょっと今時間がないけど、あと、うん、パンパンマンとかいる。ここから降りるのかな。なかなか遠いですね、下。はい、下行く。よし、こう。お、ここトイレベーターや、すげえ。あ、漫画コーナー、ここ。ここは漫画コーナー。あ、すごい、ヨギボかな。お昼寝できる、ヨギボ。ヤジガン、気持ちいい。ゴローン。ゴローン。ダメだ、寝てしまいそうだ。ダメだ、もうこのままいるしかない。気持ちいい。気持ちいいね、ヨギボ最高。寝よ。マッサージチェアがあって、外見ながらマッサージができます。あ、ここはキッズコーナーだ。みんなキッズコーナーがあります。キッズコーナー、6歳までの未就学のお子様が対象だって。アンパンマンたちが待ってます。このこっち側はビリヤード。ビリヤードは30分300円で、ゲームコーナーがあります。この先は卓球と、何それ、温泉もしかして。オケちゃん。あれ、お、大分になった。ちょっと上がるで、飯が始まるで。じゃあご飯いきますか。はい、パパも急にお腹すいた。普通の感じだったよ。うん、お、すごい色だ。よろしくお願いします。マルギアワイゾーンのワインキューバです。はい、さあ何しようかな。お寿司がいっぱい。これは何だ。お、筑前煮だ。で、これ笠焼きっていうんだ。前菜だ。へえ。
見てこれかわいいちらし寿司って、シューマイ、おいしそう、シューマイ、あ、まぶしそうや、これがあ、ミートボール、マニクリーム、これお見で着々と生きようんだ、フライドポテト、エビフライ、もうパエリアもあって、グラタンもあって、おお、全部食べた、あ、おいしそう、すっげーめっちゃ入っちゃう、そうか、汁っこすげえ、スイーツだ、結構フルーツもあるな、あわらの話、こつだけ作れるんだ、チャームズ美味しそうじゃん、美味しそう、あ、団子汁、離乳食まだ、お、見る早いな、お、いい感じじゃん、バイバイ、あれ、あ、美味しそう、お、唐揚げ、ステーキソースをおかけください、はい、ソフトクリーム、飲み放題で、飲み放題のお客様こちらのバンドで見ていただき、ご注文の際見てください、最初のご注文は生ください、入れ方ですがこちらに穴があります、あちらの瓶のノズルに向かって奥までぐっと差し込んでください、すげえ、すごいな、これどうしよう、いただきます、乾杯、乾杯、あー、うまもちもち、もちもちしてる、うん、おー、醤油が2つある、甘くて美味しい刺身醤油と、うん、丸大豆生醤油、うん、あと、あ、おなしめも美味しい、美味しいよね、椎茸の天ぷら、これ美味しいっすよ、うん、うまい、ニラ豚、ニラ豚はなんかニラ豚だね、うん、なんか違う、磁石です。ほら、冷えちゃう。冷え。じゃじゃーん。熱鍋。結局それか。置く。出ます。使ってみて。どうぞ、ブルーシールです。よし、私はこちらでございます、パイナップルとイチゴの戦いです、美味しそう、うん、おやっぱりブルーだね、ごちそうさまでした、美味しかったね、いいです、グー、はい、じゃあ行きましょう、お腹いっぱいです、あれあれ、眠くないって言ってなかったっけこの人、完全に寝てます、今は時間は10時45分、寝ましょう、お、このベッドめっちゃ弱いね、よいしょ、
ございます。おはようございます。よく寝れましたか？はい、でもここで寝た。ここで寝てましたね。はい、お外はこんな感じ。ちょっと雲が多いですね。本来ならね、ここに朝日がね昇ってるはずなんですけど、残念ながら今日は厚い雲に覆われています。高崎山もこんな感じで完全に雲の中です。はい、じゃあレッツゴー。レッツゴー。あ、歩いていこうか。これが頂上です。おはようございます。はい、どうする？どう座る？じゃあご飯取り行こうか。カレーもあるよ。クランブルエッグ、ソーセージ、ごまだしうどんがある。ここにうどんがある。じゃあミレーの朝ごはんはソフトクリームで。おお、これいる？はい、ひじきとか見て食べる。あ、はい、わかりました。あ、冷麺を一つください。はい、どうぞ。リンゴ酢とかあるよ。マンゴーのリンゴ酢って。牛乳もある。グラノーラもある。Let's go。 美味しそう。いただきます。集中してるな。見えるかな。今10時59分です。急ぎましょう。はい、今回はタールーム付いたベッドルーム付きの和洋室でした。おげさん、ありがとう。バイバーイ。の食事のクーポンをもらいました。三重基地の観光案内所です。はい、りました。でその際には身分証明書の提出が必要です。はい、わかりました。ありがとうございます。お願いいたします。見てみて、ここ。お絵描きの下。ここお絵描きしたとこだよ。いや、楽しかったね。足元でいい。どうでしたか？どういうことね。よかったね。お部屋が良かったもんね。最近のお食事機会券をもらいました。これで最近行きたいと思います。はい、ということで今日は大井戸温泉物語別府清風さんに泊まりました。じゃあ今から車に乗って佐伯まで行きます。
さてさて、さあ佐伯の町に入ってきましたよと。佐伯駅の駅前に、観光協会さんがあるということなんで、そちらに向かっております。はい、ご注入ください。ということで、観光協会でこういうお食事券をもらいました。じゃあこれを持ってお寿司を食べに行きたいと思います。さてさて、ミレイが行ったことあるお寿司屋さんです。では着きました。何にしようかな。うなぎではある。甘酒、お酒、ジェラート、巻き寿司、ひらし寿司、定食。サーモン食べたい。サーモン？海鮮丼はサーモン入ってそうね。これ。何でしようかな。美味しそうなのがいっぱいありますが。行きますね。特上にぎり1個と海鮮丼を1つなんですけど、はい、この子が食べるのでご飯そんなに多くなくていいです。あ、わかりました。量少なめで、はい、あ、かしこまりました。海鮮丼はですね、白ご飯か酢飯を選びいただけるんですけど、お寿司の方がいいです。白ご飯の方がセーフティーだと思うけど、安でいく。安でいきます。わかりました。ありがとうございます。はい、失礼します。少なめにしたんですけど、もしも量多かったら全然残して、はい、はい、ください。行ってきますね。はい、はい、失礼します。ちょっと出ちゃう。なんか出てます。すげー。結構豪華。めっちゃ豪華。めっちゃ豪華。失礼します。特上ポテトになりますね。うわ、すげー。しますね。お待たせいたしました。赤だしになりますね。すごいね、そんな大きいんだ。で、食後にコーヒー紅茶つきますので、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。いや、これ美味しそう。見てこれ。すごいね、これ赤だし、でかすぎね。めっちゃいい顔しそうな。あいただきます。しじまい、うん、うまいね。じゃあちょっとこれもらう。マシマシにします。ウニ、ウニ美味しそう。うん、美味しい。美味しいね。ああ、よかった。じゃあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、僕がしてたのは、このタコさん。タコさん。タコさん。こんな広告出たんだ、今回。はい、おみ。はい、おめはしずしです。だー。さあ、じゃあ、やりますか。うん。ということで、大江戸温泉物語別府清風にお泊まりしてきたよという動画でございました。目の前に広がる雄大な別府湾の景色に潮風を感じる露天風呂、そして鳥天や別府冷麺など地元の食もたっぷり味わえるバイキングに大満足でございました。今回泊まったグレードアップ和洋室はベッドルームとリビングが完全に分かれている、とっても広くってバリューの高いお部屋でございました。結構おすすめです、このお部屋。
隣の星野リゾート界別府とほぼ同じ風景を満喫できるということで、かなり得をした気分を味わえるのではないでしょうか。同じ別府にある湯海リゾートホテル風月とどちらに泊まろうか悩んでいる方もいらっしゃるかもしれませんね。立地や海の風景を優先するなら今回の別府セーフ、食事やキッズルームなど全体バランスを重視するならホテル風月かなと思います。ホテル風月も別動画で紹介しています。よかったらご覧ください。そしてちょうど別府から佐伯行こうキャンペーンが開催されていましたので、ランチは佐伯市まで豪遊でございました。別府で温泉宿に泊まって佐伯で寿司を堪能と、めちゃめちゃ幸せな週末でございました。別府や佐伯へお越しの皆様の参考になれば嬉しいです。ということで今回の動画はここまでです。今回も最後までのご視聴どうもありがとうございました。こんな感じで引き続きお出かけ動画をお届けしたいと思っておりますので、もしよろしければチャンネル登録をしていただきまして、次回以降の動画を楽しみにお待ちいただけたらと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。I've been all around the world.